1分で解説シリーズ、イエルサレム王国建国編。イエルサレム王国とは、第1回十字軍が当時ファーティマ朝に支配されていたイエルサレムを占領して建てたキリスト教国です。イエルサレムを攻略した後、十字軍の指導者だったロレーヌ公ゴドフロアがそこの統治者として任命されますが、彼は自分をアドボカトゥス・サンクティ・セプルクリというわけのわからないもので名乗り出します。簡単に言うと王様みたいなものです。しかし王様とは微妙に違う。なぜか彼は王様とは名乗りたくなかったのだ。なぜならキリストが没した聖地中の聖地で、王様なんて恐れ多くて僕は名乗れませんということです。だが彼は1年後に死んでしまう。しかし案ずることなかれ。1100年弟のボードナン一世が兄の意志を引き継ぎます。そして彼は言った。俺がイエルサレム王だ。ここにイエルサレム王国が成立したのである。ただ公式にはこの弟が王様を名乗る前のゴドフロアがドボカトゥス略を任せられた年からイエルサレム王国が建国されたとなっています。それが起きたのは1099年なので、俺ククイエルサレム。ではまた、チャンネル登録よろしく。